ハイプレボールドーム野球人です。巨人ロッテ練習試合レポート2月17日ということでございまして、今回はですね巨人と、ロッテの、練習試合ですね、非常に若手がね躍動した試合でございました。注目のね成績っていうところも確認していきたいと思います。まずはスタメンからチェックしていきましょう。はい、では2月17日巨人ロッテ戦オーダー見ていきましょう。巨人は1番広岡選手、2番八幡選手、3番北村選手、4番大城選手、5番岸田選手、6番秋広選手、7番石川選手、8番中山選手、9番勝又選手、そしてピッチャーが高橋優希選手です。一方ロッテはですね1番にルーキーの池田選手、2番に和田選手、3番岡選手、4番山口選手、5番安田選手、6番西川選手、7番福田選手、8番にドラフト1ルーキー松川選手、9番小川選手、ピッチャーに本前選手。はい、で系統はですね巨人が7選手、ロッテも7選手ですねの系統になります。で結果見ていくとロッテが2点、巨人が2点、それぞれ7安打10安打とヒットは出たんですけれども、ロースコアでございました。結果引き分け2ということでございます。ではですね、打撃陣の成績からまずは見ていきましょう。はい、ではまずロッテですね、成績見ていきます。1番に入った池田選手、この日はセカンドで5打数の3安打1打点という成績でございました。まあエラーはね1個あったんですけど、それでもねツーベース含む、猛打賞ということで、しっかりアピールできたんではないでしょうか。まあセカンドにはですねがっつり中村選手っていうねレギュラーがいるんですけれども、それでもねこのアピールっていうのはかなり大きなものでございました。開幕一軍っていうのもね、近づいたのかなと。で2番に和田選手が入りました。この日は5打数の2安打と結果残しました。で岡選手ですね2打数の1安打1打点ツーベース1本で、高部選手が途中出場で2打数のノーヒット、吉田選手が代打で1打数の、ノーヒット、山口選手が1打数のノーヒット、3四球とヒットは出なかったんですが、しっかりとねフォアボールで塁に出たと。で安田選手は2打数のノーヒット、2三振1四球と。で西川選手3打数のノーヒット2三振、山本選手1打数の1、三振かな。で福田選手が4の0ですね。松川選手3打数1安打ということで、この日もヒット放ちました。まあさすがですね、盗塁も刺した場面もありましたので、まあ本当にね開幕一軍というのが現実味を帯びてきたかなと。で加藤選手は1の0 1三振、小川選手が1の0 1四球、茶谷選手が1の0 1四球という結果でございました。かなりね、1番、2番、3番でヒットを稼いだんですけれども、まあ本当に、若手が打った試合になったのかなっていうふうには思います。まあ一方ですね、結構ね、プロに在籍している選手から、そこまでヒットが出なかったのは残念なところでもあったのかなっていうふうには思います。まあ下からの突き上げっていう意味ではね、いい刺激にもなっているのかなっていうふうには感じました。じゃあ続いて巨人ですね、見ていきましょう。はい、ではですね巨人の打者成績チェックしていきましょう。1番に入った広岡選手は5打数の1安打2三振、2番の八幡選手は4打数の1安打、北村選手が3番に入って4打数の1安打で、エラーが1個ありました。キャッチャーの大城選手は4打数のノーヒット1三振、岸田選手ですね、3打数のノーヒット2三振ということで、まあ、この日は大城選手が、指名打者、岸田選手がキャッチャーっていう役割ではあったんですけど、まあ、それぞれ、ね、ヒットが出なかったと。しかしですね一方途中出場の山瀬選手、1打数の1安打1打点ということで、2軍からですね1軍にね、昇格した山瀬選手、この日唯一キャッチャーでヒットを打つことができました。昨日ですね2軍の方で北選手が満塁ホームラン、含む猛打賞というところでしっかりアピールしてきたので、それに対抗するね、いいアピールになったんではないでしょうか。そして秋広選手が4打数の4安打1打点ということで、あまりですね実戦で結果が出ていなかった彼なんですが、この日は本当に大当たりと、全打席で安打を放つことができました。で石川選手が2の0、松原選手が2の0 1三振で、中山選手が4打数の2安打ということで、この日もねマルチヒットも止まらない感じですね彼は。で勝松選手が1の0、そして1四球、吉川選手が途中出場で2の0という結果でございました。はい、というわけで、山瀬明弘、そして中山というところで、注目の若手陣がね、みんな結果を出したということで、巨人打線的にはですね安打もたくさん出て、2得点だったんですが、良かった試合だったんではないでしょうか。ではピッチャー陣もね、チェックしていきましょう。
はい、ではですね、巨人から見ていきます。高橋選手が先発で 2.0 イニング被安打3、吉久に積点1という結果でございました。やっぱちょっとフォアボールっていうところがもったいなかったのかなっていう風には感じましたね。三振もね取れておりませんでしたので、ここからしっかり調整していってほしいなと。で、注目の、山崎伊織選手ですね。この日 2.0 イニング投げました。被安打1、奪三振1、フォアボール1、積点0ということで、しっかりと抑えてくれましたね。紅白戦ではね、積点0だったんですが、ヒット浴びるっていうケースがありましたので、そこを修正してきたなと。まあ、まだまだね、出力は上がりそうではあるので、これからの実戦もっときたいと。で、堀田選手も今日投げました。 1.0 イニングで被安打2、奪三振2、四死球1、積点0ということで、満塁のピンチを背負ったんですが、2者連続三振で切り抜けたと。やはりですね、ストレートの威力っていうのはさすがかなと。で、大江選手 1.0 イニング積点1、今村選手が 1.0 イニングで奪三振3、四死球1、積点0ということで、今村選手もね、2軍から上がってきて、アピールしましたと。で、堀岡選手 1.0 イニング奪三振2、積点0、谷岡選手が 1.0 イニング、被安打0、積点0のパーフェクトピッチングでございました。育成選手2人ね、良かったですね。で、ロッテは本前選手 2.0 イニングで1安打、積点0といいピッチング見せてくれました。で、中森選手ですね、2年目の選手ですが、 1.0 イニングで被安打1、奪三振1、四死球1、積点0ということで、球速も出ていたので、初登板にしては良かったのかなと。で、広畑選手が 1.0 イニングで被安打1、奪三振1、積点0ということで、即戦力のピッチャーが、いい投球をしてくれて、成田選手が 1.0 イニング積点0、八木選手 1.0 イニングで、失点は、ね、してしまったんですけど、積点はありませんでした。彼もルーキーです。で、山本選手が 1.0 イニングで被安打1、奪三振1、積点0、小沼選手が 2.0 イニング投げで被安打3、奪三振2、積点1というピッチングでございました。はい、というわけで、比較的ね、ピッチャー陣は良かった選手が多かったのかなっていうふうには思います。はい、では以上ですね。最後、ネットの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットへの反応ですね、見ていきましょう。今日の秋広すげえ良かったな、インコース打ちはやっぱ天才的なもん持ってるわということですね。そうですね、今日の試合やっぱ秋広選手、4打数4安打ですから、なかなかねシーズン中にも見れないね、成績でございました。で、彼の特徴としてはですね、本当に大きくて、手足も長いんで、一見ですね、インコースが窮屈で打てないんじゃないかというところなんですが、ただそのさばき方っていうのはですね、1年目の頃からうまいと言われておりましたので、そこのところがね、今日はよく出た試合だったのかなっていうふうには思いました。やっぱそのインコースのさば、けない選手っていうのはたくさんいる中で、これはね、彼の持っている中での、すごい長所になるかなっていうふうに思いますし、ここが強かったらですね、やっぱなかなかね、内に攻めてこないっていうところはデッドボールも減ってきますし、いい循環にはなってくるのかなっていうふうに思いますので、このままこの長所をね、伸ばしていってほしいなと。はい、一方ロッテはですね、池田ライト3安打にスーパープレイ、松川も広畑もいい感じ、神ドラフトかということですね。そうですね、ロッテも本当にルーキーたちが活躍目覚ましいですね。池田選手もね、3安打打ちましたし、松川選手も本当にずっといいっていうところで、ここに来てね、広畑選手、今日ね、八木選手も投げましたが、即戦力の選手もね、活躍してくれているということで、まだね、シーズンにも入ってないので何とも言えないんですが、いいドラフトになるんじゃないかっていう予感がね、プンプンする、選手たちなので、非常に今ロッテファンの方っていうのは楽しみな、練習試合になっているんではないでしょうか。はい、では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。